どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、LGBT 理解増進法案成立がお困りの方たちを抑え込む理由という話です。オチとしては、お困りの方たちが理解増進法をねじ曲げて伝えているというところなんです。今回の動画は以前アップしたこちらの動画の後にご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。先ほど紹介した動画を先日アップしたんですが、いろいろな反応がありました。その中で自民党関係者の方からもこの法案に関する反応をいただきました。そこで実際に与野党で合意された法案もいただくことができたので、自分の Google ドライブからその法案をアップして、動画の概要欄に貼っているので、それも照らし合わせてこの動画もご覧ください。この法案に入る前に触れないといけないことが、野党側が2018年に提出しているLGBT 差別解消法案、正式には性的指向または性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案と自分アップした今回の法案を比べる必要があります。まず名称の時点で全然違っていて、野党側が2018年に提出した法案は LGBT 差別解消法で、自民党側が野党と合意した法案が LGBT 理解増進法ですが、実際に差別解消法案と理解増進法案を比べると、差別解消法案がかなりやばい代物だということがわかるんです。まず第1条では、差別解消法案は、この法案は全ての国民がその性的指向または性自認に関わらず等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向または性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向または性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向または性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もってすべての国民が相互に人格と理性を尊重し合いながら、共生する豊かで活力ある社会の要綱に資することを目的とするとなっていて、それに対し自民党側が野党と合意した理解増進法は、この法案は全ての国民がその性的指向または性自認に関わらず、著しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識のもと、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進について国の役割等を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神の寛容並びに、性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とすることとなっています。これだけだと両方とも何を言っているかわからないんですが、差別解消法はとにかく LGBT などに関する差別は何でも解消するために必要なことをするとなっていて、理解増進法は自然に無理のないように日本に LGBT などを理解、受け入れる土壌を作ると言っているんです。もうこれだけでもわかる方はわかると思うんですが、差別解消法に関しては冒頭で紹介したいわゆるお困りの LGBT 団体である LGBT 法連合会が推し進めているものです。もしこの差別解消法が通ってしまった場合だと、LGBT などを差別してはいけないということで、急激な対応を国、企業などで求められて、お困りの方たちにとって非常に都合の良いことになってしまいます。それに対して理解増進法はその要素を排除して、時間をかけてじっくりと LGBT などを受け入れる土壌を国、企業などが作るとなっています。
この両方の法案には他にも違う点が結構あるんですが、特に野党が提出した差別解消法にはやばい条項が多いんです。まず LGBT などの受け入れに関する基本計画については、差別解消法は政府、都道府県、市町村ごとに計画を作るとなっていて、理解増進法は政府のみが計画を作るとなっています。この次がやばいんですが、差別解消法は行政機関、事業者、雇用、学校において LGBT などに関する差別を禁止するために必要なことをして配慮もするとなっています。理解増進法にはその条項がないんですが、差別解消法のこの文言はかなり危険な話なんです。理解増進法、差別解消法ともに罰則がないんですが、差別解消法の行政機関、事業者、雇用、学校に対応を求めるとなると、将来的に過激な方向に走って、そこから罰則ができることにつながりかねません。LGBT などを進める体制にしても、差別解消法は LGBT などの差別解消をするための当事者、支援者、学者で構成する審議会で、理解増進法は LGBT などの多様性の理解増進のための連絡会議となっています。連絡会議は内閣府などの関係行政機関の職員で構成されているんです。ここを比べても差別解消の方がより危険で、構成メンバーを見るとある意味で身内で吊るし上げをやりやすい印象があります。そして一番やばいのが配偶者関係の条項です。差別解消法は同性婚やパートナーシップを認める制度について検討しています。それに対し理解増進法は法律が施行されてから3年後にこの部分について検討するとなっているんですが、差別解消法の方が急激すぎて危険さが漂ってくる内容なんです。要するに総合すると、差別解消法は保守系の方たちが心配する女性、子どもの生活上の安心安全に不安があり、理解増進法は基本的には今までと変わらず、時間をかけて LGBT などを受け入れる体制を作る形になります。ただしこの理解増進法は議員立法と呼ばれる国会議員側が国会に提出した法案なんです。しかも参議院から出ているんですが、与野党で合意できないと審議できないという参議院の独自のルールになっています。正直野党が出した法案と自民党側が出した法案がこれだけかけ離れているし、野党側がお困りの勢力とつながっているために、理解増進法のこの内容だと反対していたのが実際のところだったんです。実は与野党が合意する2021年5月の段階まで野党はずっと反対していて、自民党側が理解増進法の条項に差別解消法の条項を一切入れずに合意が取れたんですが、実際に合意したら野党側は自分たちに都合が悪い法案だからメディアお困りの勢力が騒いで、国会への法案提出成立を潰す形を取りつつ、与野党合意の理解増進法を乗っ取りたいのではないでしょうか。最近民放連が LGBT などに関する人権研修会を開催したり、ジェンダー研究家である上智大学名誉教授目黒依子氏が、女性不利の構造を変えなければ少子化は解消しないと述べているのも理解増進法潰しの一環なんです。ここについても冒頭に紹介した動画でも話した LGBT 法連合会が絡んでいます。法連合会は差別解消法が成立した時に備えて、2019年の時点で自治体企業向けの LGBT 研修コンサルティングだけじゃなく、メディア向けに LGBT 報道のガイドラインまで作っていたんです。一部の自治体メディアはこのガイドラインに沿った動きをしています。その上で金融業界では柳沢正和氏というゴールドマンサックスの人間や、松中ゴーン氏という元電通の人間がメディア関係でお困りの勢力のための LGBT 推進に動いています。そこもあって自分が何度も取り上げているあの竹中平蔵氏が LGBT の問題を動画で扱っているし、挙句には LGBT を含めた人権関係の団体に
あの投資家のジョージ・ソロス氏の財団であるオープンソサエティ財団が資金提供で絡んでいます。これらの動きを抑え込むために今回の理解増進法を成立させる必要があるんです。もし理解増進法が成立した場合はどうなるかというと、先ほど触れたお困りの勢力が省庁、企業などに入り込んで研修、政策作りという名の啓発活動ができなくなります。それがお困りの勢力にとって都合が悪いので、野党、メディア、お困りの団体が騒いで印象操作をしているんです。そこで問題なのが、この理解増進法の自民党内での推進役である稲田朋美議員です。稲田議員は自分がキャスターとして出演していた整形専門動画チャンネルのチャンネルアジアさんでこの件に関する話をしたんですが、差別解消法と理解推進法の比較をせずに話をしているので動画に低評価がついて炎上しています。しかも与野党合意や成立を急ぎすぎてしまったために、結果的に稲田議員は交渉に失敗しており、お困りの勢力が先ほど話した印象操作などをしやすい状況を作り出してしまったんです。他にもいわゆる保守系でも一部の動画で私が理解増進法を作ったと述べた方がいますが、その方は実際には全然法案に関わっていません。自民党側のこの法案を作る動きは2016年2月19日から実際の法案の骨子を作った方の政策提言から始まっていますが、先ほど述べた私が法案を作ったといった方はその場にはいませんでした。ちなみに実際の法案作成者とその方は2016年2月26日に会ったそうですが、その方は理解増進法に反対という立場で実際の法案作成者と会って話をしただけです。お困りの勢力もどうかと思いますが、保守系と言われる方でも他人の手柄を横取りするというのは感心できないなと思います。それからこの法案が表に出るまでには60数回にわたる自民党の特命委員会、役員会の会議を経た上で今の法案につながっているんです。また今回の自民党の理解増進法に関わっているLGBT 関係の団体である LGBT 理解増進会の本、そうだったのか LGBT が2018年に出版されています。動画の概要欄に貼っていますので、ご興味のある方はぜひチェックしていただければ幸いです。このように実際の法案を入手して内情を聞いてみると、いかにお困りの方たちがねじ曲げようとしているかが本当によくわかります。個人的にも法案が作られる過程の大変さについて勉強になりました。そういった情報を知って自分が思うのは、お困りの勢力が理解増進法をねじ曲げて伝えているということなんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。